はい、こんにちは。パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッション、うどぅ編。この動画のシリーズでは、このうどぅという楽器について、1からや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。今回初回、第0回ということですね。特にレッスンではございません。はい。ガイダンスというかね、これから始めるよっていう挨拶の動画になりますので、気楽に見ていただければと思います。はい。今までいろいろなパーカッションのレッスン動画を上げてきましたけども、いよいよ、いよいよ、 ここのウドゥ編がスタートででございいますということうね、全国のいや、全世界のウドウファンの皆様お待たせいたしましたという感じなんですけども個人的にはね、本当にこのウドゥという楽器が好きでこのレッスン動画とか紹介動画とかあげたいなと常々思ってるんですけれどもまあいかんせんね、これ知ってる人が少ないとでさらにやってる人はもっと少ないということですっごい正直な話ですねこの YouTube に動画をあげたとしてもまあほとんど再生されないと思うんですよ 残念ながらね。再生されないとどうなるかっていうと、このチャンネルの評価が下がるんですね。で、評価下がるとどうなるかっていうと、関連動画とか、いろいろ動画露出する機会が減って、まあ、さらにね、誰にも見られなくなると。で、このニッチなチャンネルが、さらにもう誰も知らないスーパーニッチなチャンネルになっていくっていう、こう、地獄のルートが待ってるわけなんですけれども、ここはね、もう開き直って、いや、もう再生数とかいいかと。本当はちょっと気にしてるんですけれども、 まあ再生数とかね、そういうことにとらわれるよりも、出したい動画を出して、知りたいね、人がいる、知りたい情報を出した方が正解かなと思いまして、まあねあねの心を決めてというか <laughs>、腹をくくって、このウドゥの動画、これからえいっぱい出していきたいと思っております。なんでこんな話をするかというと、ウドゥやってる人やっぱ少ないですからね、ここはもうみんなで協力しましょうと。全世界のねウドゥファンで協力して、ウドゥを盛り上げていこうよという話なんですね。 で、こう盛り上がってくればですね、僕もテンション上がって、あじゃあ、あんな動画出そうかなとか、こんな動画出そうかなといろいろ載ってきますので、ぜひね、まあ、一人一人、この u をまを楽しんで技術を磨くのもいいんですけども、それプラスね、もう一歩、まあ、この動画をシェアしてくださるのもいいですし、まあ、コメントね、してくれるのも嬉しいですし、周りにウド面白いよとこう普及する。 えのもすごくいいかなと思いますのでみんなで協力してこのウドゥ盛り上げていきましょうでこのゼロから始めるのウドゥ編ではですね基本的な発音双方から始めてだんだんレベルアップしていって最終的にはいろいろなリズムパターンがこのウドゥで叩けるっていうところまで解説していきたいと今のところは思ってるんですけれども他の動画のシリーズよりですねよりコメントを拾っていきたいコメントを反映えさせていきたいなと考えておりますのでぜひね まあ、ウドゥについて、こんなことが知りたいとか、こういう疑問、質問がある、こういう悩みがあるっていうのをね、気軽にコメントしていただければと思います。かなりね、高確率でコメント拾う、反映させていこうと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。このウドゥというのは、特に決まった奏法とか、こう叩かなくてはいけないというものがありません。で世界のね、プロのパーカッショニストたちも、みんなそれぞれ結構自由に叩いています。 例えば、ダラブッカを主にやっているパーカッショニストだったら、ダラブッカ的な奏法、プレイスタイルをウドゥに応用したり、コンガをやっているプレイヤーだったら、コンガ的なプレイスタイルを応用したり、いろいろ自由度が高い楽器なんですね。この動画のシリーズではですね、いろいろある演奏方法、スタイルの中でも、特に指ですね、フィンガーテクニックって言いますか、指を多用するような奏法を中心に解説していきます。 で最終的にはですね、右手と左手それぞれ別に、こう、パラパラに叩くっていうところまでいきたいなと思ってます。はい。これができたらいいですよね。で、このセッティングについてはですね、いろいろあるんですけれども、こういうふうにね、ちょっと横向けたり、斜め向けたり、こう、まっすぐ、縦に向けたり、あと、この穴の位置を右手側にするのか、左手側にするのかとか、まあ、いろいろ ありますのでまずは基本的な奏法を解説してからこのセッティング別にいろいろ解説していきたいなと考えていますあとねこの d o、まあ、家で叩く時はこういうふうに楽に構えて、えー、抱えて叩くのもいいんですけれどもよりいろいろな演奏方法をしたいという場合はこういうふうにスタンドがあった方が何かと便利なのでこれちなみにね普通の スネアドラム、スネアのスタンドなんですけれども、こういう風なスタンドを用意するのもいいかなと思いますので、ぜひ検討してみてください。はい。というわけで今回はウドゥ編始めますよという挨拶でした。次回以降具体的な演奏方法を解説していきますので、お楽しみに。ぜひ気軽にね、コメントいただければと思います。一緒にウドウを盛り上げていきましょう。こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信をしております。 毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。